アイコンは物事を簡単な絵柄で記号化して表現するもの。アメリカの哲学者パースによる記号の3分類の一つ。コンピュータ上の記号表記を指すことが多い。アイコンはイプシロンイオタカッパニューの中世、現代にイリシア語での読み、イコンをアイコンとラテン文字に転写したものの英語読みである。コンピュータにおけるアイコンはプログラムの内容を図や絵にして表しているもので、 多くは1616 16ピクセルから128128ピクセルほどの大きさの画像で表示される。アイコンは初心者がコンピュータインターフェースを操作するのを容易にするために1970年代にゼロックスパロアルト研究センターで最初に開発された。後にアイコンで操作されるインターフェースはアップルのマッキントッシュによって一般にもたらされる。現在では 主なオペレーティングシステムにおいてユーザーへの情報を表示するためにアイコンベースのグラフィカルユーザーインターフェースを使用している。キャラクターユーザーインターフェース上のプログラムではユーザーが機能を呼び出すためにはその機能が割り当てられたファンクションキーを押すことなどで行っていたが GUI 中のほとんどの機能はアイコンによって表される。アイコン上にカーソルを移動させてマウスのボタンをクリックすることで 機能を呼び出したりプログラムを開始する。アイコンは判別しやすく、機能を連想させる絵柄で、小さいものでなければならない。多国間での使用を想定したソフトウェアの場合、文化の違いを考慮する必要がある。しかしコンピュータ上のアイコンはアプリケーションが登録する独自のものなども多く、実際には絵だけで意味がわかることは多くないため、何らかの形で、 説明のための語がついているものが多い。色の三原色とは、色を表す、彩の基本的な色であり、赤、緑、青の三種類の色のことである。色彩は、これらを混ぜることにより表される。以下は三原色の色の性質、その他特徴のあるアイコンの色である。ありがとうございます。